吉宗評判記暴れん坊将軍。吉宗の正式の名前は正二位右大臣征夷大将軍源阿尊徳川吉宗である。これだけの名前を背負う吉宗の日常は現代風に言えば分刻み秒刻みの予定がぎっしりと詰まっている。朝の拝礼から始まり政務の打ち合わせ老中若年寄りとの会議書類の決裁諸侯との謁見役人の任命そしてその間を縫っての文武両道の修行と誠に多忙を極めていた。上様それが何だかお分かりでございますか。いやよくは分からんが銀の功績ではないのか。その通りでございます。おおこれがもうおお、こんな珍しいものどこで手に入れられたのじゃ。江戸でございます。昨今時々出回っているようでございます。銀は金とともに貨幣の材料となる陶製品でございます。万が一これが元で質の悪い偽金でも作られますと貨幣の価値信用は落ちて財政の混乱を引き起こすは必定。早速手を打たねばと存じこうしてご相談に。出所はどこなんだ。両替商大倉屋に秀次と申す男が金に換えたいと言って持ち込んだと届け出がございました。その男何者だ。は一応洗ってみましたが流れ者の小博打ちということ以外は、うん、上様この件につきましては上様直々お出まし願いと存じます。俺にどういうわけだ。秀次という男にお会いになればお分かりになりましょう。金に換えるには品質検査が必要ゆえ一日待つようにと申してありますから大倉屋で待てば会えると存じます。越前殿上様煽り立ててはならんぞ。それでなくともお城を抜け出すのがお好きで手を焼いておると申すのに。待て待てじい何やら訳がありそうだ。よしその男に会ってみよう。侍姿ではないか。我らの身をくらます細工よ。やろう。秀次。秀次。俺は徳田新之助。人違いするな。無茶をするな。秀次と呼んだな。どういうことだ。痛い当たらない夫だよ。あれだけに石持ってきてお前石郎ってことはねえだろ。一郎ってことは石に含まれてる銀はほんのわずかなんだ。一郎で言うなら石を返そうか。待って一郎でもねえよりマシだい。まあいいや一郎でいいや。しっかりで当てが外れちまったい。
れが秀吉か。あれほど似た男がこの世にいるのだろうか。私も我が目を疑いました。これでお出ましいただいたわけお分かりでございましょう。上様、秀次と似ていることを良いことに入れ替わって銀の一件を探ろうなどとはまさかお考えにはなりますまいな。忠助、お前も人が悪いぞ。人を散々乗せておいて。いや、とんでもございません。私は決してそのような。嘘をつけ、お前の考えそうなことだ。しかし案外面白いかもしれんぞ。上様、よし、一つやってみるか。演習屋、あの口入れ屋の演習屋のことですか。うん、どんな店だ。あちこちの麹場や荷揚げ場に人足入れてるらしいよ。おかみさん、そら世間の目をごまかす体裁だよ。体裁？それじゃ何やってんだよ。博打打ちに決まったらの。本当かかしら。ええ、流れ物、それから食い詰め物、ヤクザ物の吹き溜まりですよ。人足部屋にはちゃんと博打場があってね。あらまあ、恐ろしく評判の悪い店でね。そうか。ねえ新さん、どうして演習屋のことなんか知りたいの。うん、ちょっとな。小遣い稼ぎに一勝負やろってんならやめといた方がいいさ。ケツボケまで抜かれちまいますぜ。もっと安全な博打場ならその辺にいくらでもありますぜ。よかったら案内しますぜ。バカ野郎、やめてよ。新さん、博打なんかしようってんじゃねえんだよ。黙ってろ、黙ってろ。でもだよ新さん、一体何考えてんですよ。いや、別に。まさか危ねえことをしようなんて思ってんじゃねえでしょうね。やめて、新さん。大丈夫だよ。そう、秀次のやつどこ行きやったんだ。あの野郎、バグチの金は踏み倒すわ、他人の閉塞にちょろまかすわ、不手野郎だ。今日という今日は、いてめえな噂の腹ら虫が踊らねえぜ。よし、とことまで探すんだ。よし。ゴジな奴らだ。うん、それにしてもこれも突然どっかで大きく稼がねえと本当に半殺しにされちまうな。よし、お、いや、秀兄、ちょっと話があるんだ。俺と一緒に付き合ってくれるか。こらぶったまげた、似てるなんてもんじゃねえぜ。お前、瓜二つだ。おかげでさっき妙な侍に襲われたぞ。お前と間違えられたらしい。それと風流が重なっちまってよ、俺に焼き割りたい奴はごまんといら。おめえも気をつけた方がいいぜ。何しろ同じ面だからよ。ひどい奴に似てしまったな。で、話ってのは何で。兄貴、これを金にしたそうだな。俺も金にしたいんだが。なんで、おめえもこれ持ってんのか。けどほら、こらいけねえよ。二足三文しかなりゃしねえ。それは残念だな。どこで手に入れたんだ、兄貴は。上州で。俺もそうだ。上州はどの辺だ。あれは長野原宿の外れの山の中だったな。いや、俺はよ、俺は上州の百姓のせがれなんだが、百姓なんておかしくってよ。俺は博打打ちになって一旗あげてやろうと思って村を飛び出したんだが、いやー、どうもうまくいかなくってよ。腹減ったな。3日も水ばっかりで、もう持たねえや。誰、行かせろ。おめえ、おじさん、おい、えらいことになったな。
りゃ銀の石だ。金になるぞこりゃ。手なわけでよ、俺はこれぐらい一勝負腰に行くんだけどよ、お前付き合わねえか。同じ面二つ並べて勘狂えちゃ大きく勝てるかもしれねえぞ。何げい、博打よりももっと面白いことをしてみないか。何しようってんだ。兄貴と俺が入れ替わるんだよ。入れ替わる？うん？ああ、それは同じだ。これわけねえな。そうとも。そうかい。俺一度でいいから侍になってみたかったんだ。これは面白そうだな。よし、やってみよう。ただし、今は忍びだが、俺ちょっと身分があるんだ。よせやい。身分があるったって、まさか将軍様でもあるめえに。実はその将軍なんだ。おめえ冗談がうめえな。冗談ではない、本当に将軍なんだ。またまた信用できんか。じゃあ一緒に来てもらおう。ごめんよ。おう、何しようんで。おう、上様。上様？おい、ちょっとみんな来いよ。え、なんだよお前、どうしてんだよ新さん、その格好は。仮装ギョルでもやらかそってるかい。いや、結構似合いますね、遊び人姿も。そりゃそうよ、新さん男前だもん。どんな格好しちゃってね。新さん、何そうそうしてんだよ、もう触りよ。ね、一緒に。わかんねえな、おい。どうだ、兄貴。いや、やっぱりおめえ、いや、あなた様。やっと信用してくれたか。まあ、立てよ。どうだ、二三日将軍になってみないか。俺が。いや、いい着物着て、うまいもん食って、それ威張ってりゃいいんだな。いや、それだけじゃないが。まあ、そんなところだ。あのよ、ちょっと聞いたんだけどよ。城の中には女ばっかり住んでる御殿があるって本当か。ああ、大奥のことか。おう、それそれ、いるんだ。いるか。いるいる。それじゃ一応やってみるか。シャバにいたら半殺しにされかねえ。千代田のお城の中だったらいい隠れ家だ。その上いい着物にうまいごちそう、いい女。将軍さん、やろうぜ。よし、決まったな。忠相、兄貴、この人についていけ。俺の癖ややり方を教えてくれる。いいか、この人の言うことだけは聞けよ。分かっちる分かっちる。おう、おめえ嫌いか。まあ、よろしく頼ま。上様、本当におやりになりますんで。もちろんだ。兄貴、うまくやれよ。あ、受けない。行こうぜ。半蔵はどうした？はい、秀次の話だと銀鉱石の出所は上州長野原近辺だと思われますので、先刻上州へ。さてと、どういうことになるか。焼き入れてんじゃねえか、この野郎。待て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 待
さん助けてあげて、お願いします。お中さんだったね。邪魔しねえでくんな。そいつをかばうとろくなことにならねえぜ。さあどきな。どかねえと怪我するで。予算か。何をくらしたから、この野郎、決まった。金を返せばいいのか。決まってるじゃねえか。兄貴が一両二分だったな。そっちは。俺は一両、こいつは三分と二種だな。では返そう。この野郎、銭持ってるじゃねえか、てめえは。お、分けるぜ、みんな。びっくりした。ヒデさん。え、あんた私をかばってくれたわね。ありがとう、嬉しかった。いや、お前が怪我をしてはいけないと思ってな。ヒデさん、そんなこと言ってくれるなんて。村を飛び出したあんたの後を追って江戸まで出てきた甲斐があったわ。ねえヒデさん、あんたにそんな気があるんだったら国へ帰って百姓に戻って。え、今みたいな自堕落な暮らししてたらそのうちにきっと命を落とすわ。ねえ、私と一緒に帰ろう。ね、帰ろうよ。いや、そらちょっと。ヒデさん、あんたまだそんなこと言ってるの。いいわ、あんたがどう言おうと私が連れて帰る。さあ今すぐ行こう。今すぐに。そう。あ、それはダメだ。どうして。まさか性根まで腐っちまったんじゃないでしょうね。いや、そうじゃねえんだ。いや、ただそのまだ江戸に用が残ってるんだ。だからもうしばらくな、頼む。ヒデさん。ヒデジのやつじゃどうしようもないやつだな。大したもん食ってねえな、将軍ってよ。上様。おう、分かっちょろ分かっちょろ。どうだ。双方たち下がってよいぞ。加減にするか。お前はここでは遊び人ではないんだぞ。そんな下品な食べ方はいかん。もっと上品にしろ。ん、ポーポー、ふざけるな。上様、今教えたようにあるんだぞ。おお、越前だな。おお、お食事中でござりましたか。いや、少々お邪魔を。いいか、なんじゃ。はい、紀州大納言様のご出府もいよいよ来月1日に迫りましたな。いや、1年ぶりのおいとこ同士のご対面、さぞお楽しみでござりましょう。ご歓迎の準備でござりますが、いかが取り計らいましょうかな。ん、お気に計らい。ですが上様、先日はご自身で何ぞお考えになるとおっしゃっておりましたが。だからよ、お気に計らいだ。だから言うわ。いや、上様。あの加納様、いささかお話がございまして、まあ、どうしたの。だからよ、ちょっとお話がございます。何落ちそうないよ。何やらお食事がお気に召さぬご様子で、少々ご機嫌が。何、いつもなら何度も召し上がられるのに、どうされたのかの。ん、一問ご意見を申さねば。加納様、
そのお話はまた後日。何いささかお疲れになっただけでございましょう。ご心配には及びませぬ。そうかな。したがだからようなどとまるで無頼の徒に等しいお言葉。町へ出られるようになってからいささか品が悪くおなりになられた。折を見てお気を据えねば。の越前殿。いや、まことに。ヒデさん。ああ。あんた今日仕事に行ってきたんだってね。まあな。少しは私の気持ちを分かってくれてたんだね。よほど秀次に惚れているんだな。ねえ秀さん、国へ帰るのが嫌だったら江戸で所帯を持ってもいいのよ。でもね、博打と喧嘩だけはやめて。ね、お願いだからね。約束するよ。本当？あ、本当だと思う。秀さん。どうしたの秀さん。私が嫌いになったの？いや別にそんなわけじゃないんだ。じゃあ一体どうしたのねえ秀さん。この間の侍が来てな、堀端で待ってるってよ。秀さん、悪い仲間じゃないの？行かないで。おなかちゃん、そうはいかないんだよ。勘弁してくれ。秀さん。銀行石を取り戻しに来たのか。死ね。主座、大丈夫か。どうしてここへ。何、いつか演習屋のこと言ったでしょ。だからね、それとなく見張っていたんですよ。頭、すまんな。いや、いいんですよ。おりこ、また来るかもしれないからな。その辺もやってろ。任しといてくれ。新さん、この格好して何を企んでんですよ。今のやつら何者ですあれ。ちょっと水くせんじゃないですかね、新さん。何か一言ぐらい話してくれてもいいんじゃないですかね。いや、そうじゃないんだ。今度ばかりは俺でなくてはできないんだよ。そのうち話すから、もうしばらく。中頭、じいさん、もしかするともう一人。秀さん、どこの人か知りませんけど、やっと心を入れ替えた秀さんに妙な真似しないでください。いや、俺は別に。いや、中ちゃん、秀さんは黙ってて。もう二度と秀さんの前に現れないでください。秀さんはね、あなたたちみたいな人とはもう関わりを持たないんだから。いいわね。ああ、さあ秀さん行こう。ちょっと目を離すとすぐこれなんだから。たった今からくっついて離れないからね。ああ、分かった分かった。御尊願を拝し奉り、恐悦至極に存じ奉ります。そちも堅固で何よりだ。はっ。上様にはご機嫌を麗し、恐悦に存じます。同じだ。
そちも堅固で何よりだ。越前だ。何をしておられるのだ。あ、いいえ、別に。これは何だ、これは。上様、こちらでございまする。じい、今日はこれまでだ。何をおっしゃいます。まだまだ予定は詰まっておりまするぞ。けどよ、上様、お疲れとは存じますが、今しばらくのご辛抱。けどよ、なるほど様、次の準備がございます。あとは一つよろしくお願いいたします。またクソじじいが、こんなバカバカしくてやってられねえよ。ひでじ。おお、大岡さんよ、お前約束が全然違うじゃねえか。ほらよ、ご職とお前楽できるって言うからお前来たんじゃねえか。それがお前、あちょっ、忙しすぎるぜ。それによ、女なんてお前一人もいやしないじゃないか。俺は切るぜ。ならん、返すわけないかん。いや、兄様、越前殿、何をしておられる。じい、どうしたのだ。あれ、いや、今のお方はあれ、年のせいで目がおかしくなったかな。じい、何をブツ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 言っておる。それよりもじい、大番頭戸部男女を呼び出してくれるか。ちょっと聞きたいことがあるんだ。さあ急いでくれ。急いでよ。戸部男女お召しにより参上をつかまつりました。その方の知行地、上州吾妻郡には昔公儀直轄の妻恋銀山があったな。はい、我が戸部家が代々採掘を委託されてまいりましたが、残念ながら10年前埋蔵量を掘り尽くし閉山のやむなきに至りました。これがその時の閉山届だ。だがな男女、埋蔵量を掘り尽くしたというのは偽りで、実は採掘を続けているのではないのか。その方、採掘した銀を着服しているのであろう。上様、いかに上様とは申せ、東照大権現家康公より永代おそば勤めのお墨付きを賜った我が戸部家を疑いとはいささか解せません。公のお墨付き、しかとご覧くださいまし。戸部男女、どう思う。は、確かに匂いますな。しかし、あのお墨付きは厄介だな。あ、常に所持いたし、何かというと振り回すのが戸部のやり口でございます。おそのが潜り込んでおる。そのうちに何かわかるだろう。ああ、それはそうと、秀次のやつうまくやっているか。とんでもございません。四六時中ハラハラし通しでございます。もう一度城出る。今しばらく頼む。よう、誰かいねえのかよ。おう、開けてくれ、開けてくれよ。なんでこんなとこ閉じ込めるんで。上様が戻られた。上様がお二人いては何かと不都合だからな。どこにいるんで諸君は。あの野郎、嫌な役ばっかり俺に押し付けやがって。え、どこだ。あの野郎、待て。またお城をお出ましだ。くそ、逃げやがったな。秀次、上様はな、お腹をもっと大切にせねばいかんと言っておられたぞ。なんであんなすべた。何を言うか、いい娘ではないか。心底お前に惚れているようだ。もっとお腹の気持ちを大切にしてやれ。へっ、あんなもん欲しければくれてやるぜ。来てみ。
こうなんだからもうまだまだ安心できないわ。秀さん、秀さん、上様も案外表になるようでございますね。冗談はよせ。それよりも戸辺の屋敷どうであった？はい、奥の庭に何かあるようなのですが、何せ警戒が厳重でして。戸部はすぐにお墨付きを振ります。何としてでも確かな証拠をつかまねばならんのだが。どうやら半蔵殿が頼り。どうしておりましょう。上様、紀州公ご到着まであと3日、そろそろお戻りいただきませんと。忠相、もうしばらく待て。半蔵が戻るまでだ。できたかな。はっ、ざっと2万両になりましょう。もっと銀を減らせば5万両はできる。そのようにいたせ。おお、山崎、何事だ。はっ、妻恋銀山に妙な男が近づきました。何？わしも上様から銀山のことを聞かれた。少々目障りな動きが目立つようだな。しかし忠相、もう一歩で戸辺の尻尾はつかめそうなんだ。今しばらく待てんか。いや、ですが。上様、半蔵。上様、どうしたのだ。不覚にも見張りに見つかり鉄砲で。お恥ずかしいございます。こんな体でよく上州から。上様、妻恋銀山はやはり採掘を続けております。銀は延べ板に加工され、米田原に隠して戸辺の屋敷に運び込まれ、土蔵の地下で偽金に。よくそこまで調べてくれた。すぐ傷の手当てをいたせ。はっ、秀さん、秀さん、どうして逃げるの。秀さんったら、秀さん、ちょっと、
また会ったな、小原さん。どいてください、ヒデさん。ちょっと待ってくれよ。あれはヒデさんじゃねえよ。え？徳田新之助という侍なんだよ。嘘。おい、ちょっと待った。嘘じゃねえよ。まあ聞けよ、俺の話を。新さんな、新さんはなんとか秀次を立ち直らせようと思って一生懸命なんだよ。おめえさまた二人に幸せになってもらいたいと思ってな。御前、荷を運び終わりました。ご苦労であった。あ、人足どもに褒美を取らせ。貴様たちの運んだ米俵、米にしてはいささか重すぎたはず。それが世間に知れると面白くないんだ。切れ。何しやんだよ。何者だ。天下の風来坊、徳田新之助だ。徳田？上様、戸部壇上。妻恋銀山は掘り尽くしたと偽りの届け出でお上を騙し、10年にわたって修復を肥やすとはしておけん。その上、悪事を拡散がために罪もない人々の命を奪わんとするとは断じて許せぬ。天下万民になり代わり、貴様を成敗いたす。とくとご覧なさいまし。三河以来あり一筋の当家を罪人呼ばわりとは少子千万、あれど当家に着せられた恥辱はたとえ上様とて捨ておけませんぞ。何度の証拠がおありになってのことでございましょうな。壇上、あれは何だ。まだ証拠が見たいというのか。どうだ壇上。おのれ。俺の命は天下の命、三つ葉葵の風が吹くってな。貴様らごとき悪党どもに俺の命を渡すわけにはいかんのだ。銀山は土地の代官所の管轄となり、採掘が続けられ、幕府財政の立て直しに大いに役立ったという。あ、やっぱり城の外の方が気楽でいいや。そうか、それなら国へ帰って百姓に戻れ。よせや、百姓なんてよ。じゃあ上州には俺が行こう。お前はずっと将軍を続けるんだな。冗談言うね。あんなしんどいのは金輪際ごめんだぜ。けどよ、世間中将軍なんて楽して威張ってるって言われてるけど、結構忙しくて大変なんだよな。人間やることは違っていても怠けることはできないのさ。どうだ、百姓と将軍とどっちがいい。よ、俺はよ、
幕中じゃダメだぞ。チッ。さあどっちだ。そらお前どっちかって言いや百姓だな。ああそうか。頭連れてきてくれ。あ同じ顔が二つだ。頭すまんそういうことなんだよ。ふん、あらましの察しはついていたんだが、それにしても、お腹、これじゃおめえどっちに惚れていいか困るんじゃねえのか。うん、私が好きなのは無茶ばっかり言うやつでもいいのか。だって好きなんだもの。おのかちゃん、いろいろ悪かったな。ほら国帰るぜ。ほんと？ああヒデさん、やっぱりおなかちゃんが一番だよな。徳田様、いろいろお骨折りくださったってめぐみの頭から聞きました。ありがとうございました。いいんだよ、ヒデジの気の変わらないうちに早く行った方がいいぞ。はい、それでは。ヒデジ、ちょっと頼んで。いいか、俺のことは絶対に喋るなよ。分かっちゃろ分かっちゃろ。けどよ、将軍さんがいい人だって分かってよかったよ。毎日安心して暮らせら。じゃあ頑張れよ、お前もな。どうも。新さん、振られましたね。まあな。将軍様ってのは辛くて大変な仕事ですな。でも誰かがやんなくちゃならねえ。まあどうせなら悪党を叩き潰して、惚れ合った二人を結びつける、そんな粋な真似をする、そういう人にやってもらいたいですな。頭、では忙しい城へ戻るとするか。新さん頑張ってよ。ああ。その日出府した紀州公との一年ぶりの対面が無事行われたことは言うまでもない。暴れん坊将軍、次回は。加賀の者たち、遠路ご苦労であった。ご近世の抜けにと思われる南蛮渡りの品々が江戸に出始めた件でございますが。何だい、何だい、やめろ、持ちはよせ。何だい、女房預かった。徳田と一緒に霊岸島船着き場へ来い。来ないと女房の命がない。うち、お前さん。次回、800万石を担ぐ男、どうぞご期待ください。